問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 1番駅前で女の学生と観光案内の人が話しています女の学生は西山寺にどうやって行きますかすみません西山寺まで行きたいんですがどうやって行ったらいいですかバスで行けますかバスは一番乗り場から出てますけど今出たばかりですよ次はえっ、ー、と 一時間待たなくちゃいけませんね。え、そうですか。歩いて行くことはできませんか一時間近くかかりますよ。往復にあんまり時間をかけたくないんですが。そうですか。自転車はどうですか駅で借りられますよ。坂もないし、20分くらいで行けます。料金は一日300円です。タクシーも呼べますけど、 来るままでに15分ぐらい待つかもしれません。結局自転車の方が早いですねそうですか一人で行って道がわかるでしょうか道路に案内の看板も出てますし地図も差し上げますから大丈夫ですよじゃあそうします女の学生は西山寺にどうやって行きますか 2番母親と息子が電車の切符について話しています息子は何時の切符を予約しますか木曜日の朝東京に行くんだけど東京までの切符インターネットで予約してくれるいいよ一人で行くのそうなるべく早く出発したいんだけどえーっと 午前6時っていうのがあるけどいっぱいだねうーん7時と8時が空いてるけど7時の方がいいわあでも確か去年行った時は5時の電車に乗ったんだけど5時頃のはないうーんないよじゃあしょうがないわね

加藤さん、今海外向けに作っている商品のことなんだけどあはいペットボトルのお茶ですねうん今度海外のお客様に気に入ってもらえるか海外の視点でアンケート調査をすることになったんだよそれで加藤さんにも手伝ってもらいたいんだけどはいアンケート調査で使う質問用紙を今山本君が作ってくれてるんだけど それを英語に翻訳するのをお願いできるもちろん私がその前にチェックするからその後ではいなるべく早く海外の支店に質問用紙を送りたいんだよろしくねわかりました女の人は何をしなければなりませんか 4番レストランで店長とアルバイトの女の人が話しています女の人はこの後まず何をしなければなりませんかあんさんちょっといいですか予約が1件入っています本田様という方です30分後にいらっしゃることになっていますから奥の席にご案内してくださいね本田様ですね わかりましたそれから今日はいつもより混んでいてお客様をお待たせしてしまっているので並んで待っている方にお茶を出しましょうアンさんお茶を準備して出してくださいはいすぐにあ窓側のテーブルもうお客様帰られたのにお皿がそのままですねじゃあそこ片付けるのをお願いしますお茶は私がやっておきますわかりました 食器は後で洗ってておいい。ください手が空いてからでいいですからはいわかりました女の人はこの後まず何をしなければなりませんか 5番、会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこれからまず何をしますかねえ、今日の営業部の歓迎会、第一会議室でするから準備手伝って。うん。じゃあ注文してた料理店に取りに行ってこようか。あ、それはお店の人が届けてくれるから大丈夫。それより歓迎会だから 机の位置を変える必要があるんだ。それ、お願いできるいいよ。料理を置くから、部屋の真ん中に四角く並べるのがいいよね。うん。あ、でも、第一会議室、今、机の上に段ボール箱がたくさん置いてあるよ。あれを別の部屋に移動しなきゃ、机、並べるの無理だね。うん。歓迎会が終わるまで、隣の部屋に置いとこう。わかった。えー、 と、私はこれからお菓子を買ってくるから、他の準備が済んだら、お皿とコップを用意しといて。いいよ。じゃあ、早速始めるね。ありがとう。男の人は、これからまず、何をしますか 6番先生が町のマラソン大会に参加する学生に話しています。学生はマラソン大会の当日何を持っていかなければなりませんかえー、今度の土曜日に南町のマラソン大会に参加しますね。大会に申し込みをした時に家に案内のはがきが届きましたね。大会に出るためには それを受付で見せなければなりませんので忘れないように。それから飲み物は自分で用意してください。当日はたくさんの人が参加します。皆さんがどこにいるかすぐわかるように同じ帽子を用意しました。帽子は当日配りますから必ずかぶってください。では風邪などひかないように注意して当日頑張りましょう。 学生はマラソン大会の当日何を持っていかなければなりませんか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 一番会社のパーティーで男の人と女の人が話しています。女の人は今どうやって着物を着る練習をしていますか 森さん、今日は着物ですか珍しいですね。はい。今日は海外からのお客さんもいらっしゃいますから、着物を着てみました。最近は自分で着物を着られる人が少ないって言いますが、森さんは着られるんですか実は今、練習中なんです。以前少しだけ着物の教室に通ったんですが、すっかり忘れてしまったんで、週に一度先生に家に来てもらって、 個人レッスンを受けてるんです。着物の着方の DVD を買って一人でやってみたりもしたんですが、難しくて。そうですか。先生っていうよりお母さんみたいな感じで、マナーとかいろいろ教わることが多いです。着物は昔は母親に教わったんでしょうけどね。女の人は今、

週末家族旅行に行にったんだよねどうだった、うん楽しかったけどちょっと疲れた新幹線で行ったんだけどその駅から先がバスに乗ったり歩いたりでうちは小さい子供もいるし荷物を持って移動するのが本当に大変だった向こうで車借りなかったのうちは旅行の時は大体行った先で借りるよ料金もそんなに高くないし私も夫も免許は持ってるんだけど 慣れない土地での運転が怖くて。確かにそれは僕も多少ある車だと子供が車によって気持ち悪くなっちゃうこともあるし車じゃない方がいいこともあるかもね女の人が旅行先で車を借りなかったのはどうしてですか 3番日本語の学校で帰国する留学生がスピーチをしています。留学生は一番の思い出は何だと言っていますか 日本に来て一年、来週僕は国に帰ります。春に初めて桜を見た時には、その美しさに本当に感動しました。夏休みには一人で旅行に出かけ、そこで知り合った人々と日本語で話すことができました。どれもいい思い出ばかりですが、留学生活で最も心に残っていることは何かと聞かれたら、やはり僕は朝までクラスのみんなと語り合ったことだと答えるでしょう。 将来のこと悩んでることいろいろ話しましたね試験の前にみんなで集まって勉強したことも大変だったけど今では楽しい思い出です留学生は一番の思い出は何だと言っていますか 4番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生は女の学生が作った発表の資料についてどんなアドバイスをしましたか 中山さん、来週の授業で一緒にやる発表のことだけど、日本の漫画についての発表。うん。昨日の晩メールでその資料を送ったんだけど、見てくれた私が作ることになってた漫画の歴史についての資料。見た見た。それで、説明の文はわかりやすい言葉を使っててすごくいいと思うんだけど、文字だけの説明じゃなくて、写真とか実際の漫画の一部とか載せられるといいなと思って。 ああ確かにその方が関心を持ってもらえそううんえっと僕がやってるアンケートの方はねこの前中山さんに調査結果を見てもらった時アンケート調査の人数もっと増やした方がいいっていうことだったから今人数増やしてやってる調査結果のグラフも新しく作り直して週末にはできると思うからできたら資料メールで送るね分かった 男の学生は女の学生が作った発表の資料についてどんなアドバイスをしましたか5番テレビで男の人がある商品について話しています。 この商品は今回何が変わったと言っていますかテレビショッピングのコーナーです。 ご紹介するたびに大人気のパスポートケース。大切なパスポートを落とさないよう、上の部分にファスナーがついていてとても便利です。この商品が今回新しくなりました。飛行機のチケットを入れるポケットや上の部分のファスナーはこれまでと同じようについていますが、今日ご紹介する商品は今までのものよりケース全体を一回り大きめに作りました。 これでパスポートがケースから楽に取り出せます。色は今まで同様7種類の中から好きな色を選んでいただけます。この商品は今回何が変わったと言っていますか 6番ホテルで客と受付の人が話しています予約をするときに何を間違えましたか チェックインお願いします。今日から2泊で予約している山田みどりです。山田様ですね。少々お待ちください。えー、申し訳ありません。本日ご予約いただいていないようなのですが。えそんなはずないんですが。もしかしたら妹に予約してもらったので妹の名前で予約してあるかも。 すみません山田真理子で調べていただけますかはい山田真理子様でもちょっとここ国際第一ホテルですよねああ山田みどり様でご予約がございました明日から2泊になっておりますえどうしよう本日空いているお部屋がございます ご予約いただいたお部屋とは違うタイプですので少々料金が高くなりますがじゃあ今日だけその部屋でお願いします予約をするときに何を間違えましたか ここで、ちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず 話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番 1> 山を案内する人が 今から山にに登る人たちに話しています。こちらのコースはあまり急な山道ではないので周りの景色を楽しみながら登れますよただ楽に登れると思っても急がず転ばないよう自分に合った速さで歩きましょうまた濡れた石の上を歩くのは滑りやすく危険です 踏まないように少し先を見ながら足を置く場所を決めて置くようにするといいです。それから疲れた時は我慢せず休みを取りながら登るようにしてください。では途中景色にも目を向けながらマナーを守って楽しく登っていきましょう。山を案内する人は 何について話していますか ?1、1> 今日の予定に山に登るときの注意点3、疲れない歩き方4、山でのマナー 2番 2> 大学で女の学生と男の学生が話しています。あ、佐藤くん、ちょうどよかった。ちょっとお話があるんだけど。うん、何ねえ、佐藤くんって海外の映画よく見るって言ってたよね。うん。私も海外の映画が好きで映画クラブに入ってるんだけど、最近メンバーが減っちゃって。そうなんだ。うちのクラブ、 日本でなかなか見られない海外の映画を見て感じたことを話し合ったり、海外の映画を紹介する新聞を作ったり、そういう活動をやってるんだけど。面白そうだね。でしょ佐藤くん、どうそうだな。一度クラブを見学してから決めてもいいし。来週あたりどうちょうど新しい海外映画の DVD も入るから。わかった。行ってみるよ。 女の学生が伝えたいことは何ですか ?1。1> 海外の映画を紹介してほしい。2>, 2。一緒に映画を作りたい。3。映画クラブに入ってほしい。4。一緒に新しいクラブの見学に行きたい。 3番テレビでアナウンサーが話しています私は今、北山市にある100年以上前に建てられた図書館に来ています。こちらの建物は古くなり、現在は使われていないため、北山市はこの建物を壊して新しく大型スーパーを建てることを計画しています。しかし、これに対し、市民の間で反対する活動が広がっています。 歴史のあるこの図書館を街に残してほしいというような、この建物を愛する人の意見を集めて市長に渡し、計画をやめるよう伝えたそうです。多くの市民に愛されているこの建物が今後どうなるのか気になりますね。アナウンサーは何についてリポートしていますか 古い図書館の歴史。二。古い図書館を別の場所に移す計画。三。古い建物を守る運動。四。古い建物が愛されている理由。 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 1>, 1番コンビニの機械で映画のチケットを予約します使い方がわかりません店員に何と言いますか 1, 1予約したらどうですか 2, 2予約はどうすればいいんですか3どうやって予約するのか教えましょうか 2>, 2番。レストランで自分が注文していない料理が来ました。何と言いますか ?1。1> それは食べないつもりなんですが。2>, 2。えーっと、違う料理にします。3。それ頼んでないんですけど。 3番。通りたいですが、狭くて通れません。何と言いますか ?1。1> あの、ちょっと通してもらえますか 2>, ?2。後ろを通った方がいいですか ?3。すみません。こっちを通ってほしいんですが。 4番、ここにバイクは止められません。友達に注意します。何と言いますか ?1、ここに置いちゃいけないんじゃない ?2、2> ここに駐車しなくちゃね。3>, 3、ここに止めろって書いてあるよ。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 0すみません。今、時間ありますか ?1、えーっと、10時20分です。2、ええ、何ですか ?3、時計はあそこですよ。最も良いものは2番です。回答用紙の 問題5の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番森さん、よろしければその本。 私に貸していただけませんか 1, ?1 せっかくですが読む時間がないんです 2, 2できれば2週間借りてもいいですか ?3 来月使うのでそれまでなら 二番。ねえちょっとペンか何かない？一。鉛筆ならあるけど。二。ノートでもいい？三。ペンはダメなの？三番。 あの、こちらでの携帯電話の使用はご遠慮ください。1、あ、すみません。2>, 2、よかった、使えるんですね。3、3> いいえ、結構です。 4番。ねえ、昨日作ってくれたこの資料の表、数字間違ってない ?1。よかった、安心しました。2。2> 数字は間違ってないんですか 3>, ?3。本当ですか確認します。 5番昨日はせっかく食事に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね。1うん、それは残念だね。2うんうん、また今度ね。3, 3本当にごめん。 6番。あ、鈴木さん、ご無沙汰しております。偶然ですね。1。1> ああ、しばらくですね。2。こちらこそよろしく。3>, 3。いえ、結構です。 7番、新入社員の山田さん、ようやく秘書らしくなってきましたね。1、1> まるで秘書みたいですね。2>, 2、ほんと秘書として成長しましたよね。3、実は秘書になるらしいですよ。 8番今度出張で海外に行くんだっていいなぁ。1本当忙しい出張だったよ。2, 2じゃあお土産買ってきてね。3, 3遊びじゃなくて仕事だから。 番僕たち二人でこの仕事やるの大変だけど、文句言ってても始まらないよね。一。なんで仕事始まらないんだろうね。二。うん、とにかくやってみよう。三。できないって言いに行くつもり これで、懲戒試験を終わります。